おはようございます。スロバッチ自転車のレンジローです。抽選時間になりました。すごくざわざわしてますね。今日ちょっと座りたい台あるので、そこしっかり取れるように今も引こうと思います。行きましょう。まあ今僕とポンさんがハマってる漫画ね、呪術廻戦からお借りさせていただいたレバーオンで行きましょう。ありがとうございます。392番、まあ、これでもう一回引き直してきます。無料空車で。おはようございます。よろしくお願いします。あったいや、見やすくていいね。はい、ご来店いただきまして、この動画を爆発させます。エフェクトお願いします。ドーン、ワン、ツー、スリー、フォー、おおえおえお。おはようございます。スロボットステーションのレンジローです。はい、ということでビッグアップル加古川店さんにやってまいりました。いや、この地はね、思い出が深く、ついね、昨日投稿されたよしきさんのね、万枚動画があるんですけれども、そこにね、付き添いをさせていただいた店舗さんになります。なのでね、その力をお借りしてね、僕もね、5万発出せるようにね、頑張っていきたいなと思ってパイレーツオブダイナマイトキング撮りました。まあ、あれも本当に天国と地獄の台でね、めちゃめちゃ荒いです。なんでその荒さにね、乗れるようにね、今日は頑張っていきたいと思います。前回の実戦から少し期間が空いて、僕このお休み期間中隠し財宝見つけてきました。見てください、これ分かりますか、ポンさん。そう、会員カードに入ってるチョ玉すべて下ろしてきました。すべて下ろしてきました。合わせてパチンコ玉数でいうと7500発ぐらい。7500発ぐらい合わせて 5あるんで、5ありゃなんとかなるだろうと思って、今回チョ玉使わせてもらいました。まあ、難しい台ではあるんですけれども、いいところ取って連チャンさせていければなと思っています。僕にもミッションがあります。その内容がこちら。はい、どうもレンジローです。今回僕に与えられたミッションがこちら。 Twitter フォロワー数3万人、動画いいね20万いいね、65536人にチャンネル登録してもらう、応援メッセージ1000人。めちゃめちゃ厳しい内容となっておりますが、レンジロー頑張らせてもらいます。ど根性、一生懸命頑張るので応援とご協力お願いします。はい、ということで本日兵庫はビッグアップル加古川店さんで、よしきさんの万枚とともにど根性ど根性。はい、改めましておめでとうございます。レンジローです。いやー、久々の実戦なんでね、元気出していきましょう。まず1枚目、いきます。始まりました、パイレーツオブダイナマイトキング。今回ね、クルーン違うんですよ。まずここに入れます。ここに入れるとクルーンに行って、赤いところに入ると1回転します。で、今このハズレ穴、あの弾乗ってると思うんですけれども、これがね、いいんですよね。ハズレ穴を一定時間塞いでくれるんで、真ん中に入る率を上げてくれるんですよ。こうやってバッコバコ入ります、こうやっていっちゃえば。なんで、まあ、前回と違って1回転はしやすくなったけど、分母が大きくなったって感じですね。まあ、スペックのお話しさせていただきますと、大当たり確率は約59分の1です。何が荒いってね、それで59分の1取ったうちの 38% でラッシュに入るんですよ。まあ、ここが荒いですよね。取れなかったら通常戻るんで、もう一回これやり直さなきゃいけないんですよね。これがね、本当に天国と地獄仕様ですね。これパイレーツだけに荒波を制していきましょうと。うまい。で、このパイレーツオブダイナマイトキング、重要演出4つあります。1つがこのゴーランプ3つ点灯で 42% あります。ワーヘイするときにマイト君がこう上から下に落ちるんですけど、そこの色変化、白が一番熱いです。で、次に、まあ、リーチとして大航海リーチですね。大航海リーチ行っただけで 84% あります。まあ、一番熱いリーチです。ダイナマイトフラッシュですね。まあ、予告として一番熱い 89% あります。
まあ、何かしらちょっと熱いのが来ないと僕的には当たんない台だと思ってます。これね、早く当たんないとマジで投資かさむ台なんで、ネットで見たんですけど21万も持ってかれる台とも伺ってるんでね、まあ本当に気性が荒いです。はい、何も起こらず2枚目いきます。大丈夫、いやー、どんどん溶けてく、溶ける、溶ける、お金が溶ける。まあまあ、どっちが海賊かですよね。取るか取られるかなら俺は取る側に行きたい。何も起こらずに3枚4枚目、やばいぞ。まだ午前中じゃないか。あ、まあまあギリ正午だ。僕ね、あのメモ取ってるんですよ、こうやって、あの何が起きたとか勉強がてらメモ取ってるんですけど、もう今日これデスノートにしますね、ここに書いて。いやー、こんなはずじゃなかったんだよな。最後の5、最後、最後の1枚です。ここで当てなきゃもう今日終わりですね。今日というかマジでもうチョ玉も全部下ろしたの。もうラストですね、これで決めないとまずい。うわー、いけいけ、当てろ。一発で入れなきゃもうほとんど死です、これは。うわ、やば、熱っ。90%、90%、これだけで。うわー、熱いぞ。どれに飛ぶ、大航海かな、大航海です。いやー、やっと来た、長かった。これ 84% ですね。でカウントダウンが入ったんで、まあ、9割ぐらいあります。サーベルも赤、まあ白の方がチャンスだったんですけど。でこれボタンがデフォルト以外だったら大当たりの方です。うわー、長かったぞ。諦めんね。よしよしよし、いける。ボタンの色、マジ復活。うわ、マジ、うわ、嘘だろ。あ、変動進んでるやん。見てください、これ分かりますか、ポンさん。簡易カードに入ってるチョ玉すべて下ろしてきました。どうすればいいんですか。右だけは取りに行こう。だから お金ないんですって。あるよ、俺たち海賊だろ。そうか、あるよ、俺たちはチームだ。お宝探し行こうか。なんかね、奇跡的になんかあるかもしんないし。そうっすよ、だからあなたの指示に従って僕は舵を切るんすよ。あと、お宝どこにあんの。右、ストップ、出て。ローソン、お宝あんの、ローソンに。何、ん、あ、俺らのお宝って ATM だったの。家賃しか入ってないんですよ、もう今月支払いの。いけるっしょ。やだやだやだや、だって家住めなくなっちゃうもん。家住めなくなるのとさ、当たんないのどっちが。やだやだ、いや、当たんないのやだね。このね、ひりつきはね、何年ぶりだ。あ、マジ 5年ぶりぐらい。いや、どうしよう、だってもう全部下ろしちゃったんで、今の家賃分をもうないんすよ、残高で。いくらだと思います、僕の残高。あと470円しかないですよ、こんなかもう終わりだ、終わり。そうだな、久々に思い出すか。ああ、もう配膳の陣で行きましょう。もう多分絶対今俺頭おかしいから、うん、あなたもおかしいからね行こう、もう行くしかない、行こう。排水の陣、
家賃1枚目。いやあるしかねえか、久々だなこれは。学生時代思い出すわ。いやマジでね、負けられないこれは。絶対当てます。おーっと赤だ、ガタガタかな、青だったな。おお3つ揃った、 42% これだけで。なぜ緑、このガタガタ赤、あ黄色、落ちろ、あ赤、上がり変わった。チャンスだ、チャンスです。5割ぐらいあるこれだけで。やった当たったやった239回転。ただこれあくまでスタート地点です。これこのジャッジメントが重要なんです。最初表示されるコインが基本1枚なんですけど、2枚以上だったら熱い。1枚か、行こう。でオウムの声、怪しいよね。ちょっとだけチャンスアップなんで、そこまで過度な期待はできないけど、頼む頼む、光れ。違ったか。右入れるまで打ちますわ。もうあそこまではめたってことは次絶対早く当たる。モード変えます、花モードでパッて光らせて当てます。それだけ。マンゴーリーチ、うわよっと。ただ花光ってねえんすよ。ジャッジメント、僕の大会花光んない時入ってないんすよね。ただ違うところ見せよう。まずコイン2つ、うおお 74%、 これだけで一気に 74% っすかね。よし、めちゃめちゃチャンス。あとはオウムの声、危険。コングラチュレーション、やっしゃ、濃厚です。これやったー、あー気持ちいい。あー長かったよ。ありがとうございます。5万9500円。この俺のダイナマイトっていうね、歌がねむちゃむちゃかっこいい。おう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 、俺のダイナマイ、やっといいとこ見せられるチャンスをもらいました。まあ、これからね約 92% の V チャージシステムに入ります。4つ保留貯められます。4回転ですね。どれかで 31% 取ってれば大当たりがそこからもう4セット追加されるよといったイメージで大丈夫です。なので、まあ、4回転目に取れれば今までの大当たり分とプラスそこから4セット追加されるので、まあ、上手に当てられているっていった感じになりますね。行こう、はい、まず4つチャージ。虹色出現、やばい、これはデフォルトです。あっと、まあ、10ラウンドだったらここが虹になってたりっていうね、先に告知してくれたりします。行こう、5、いやまずい、ノーマルビタ以外で1回転目はちょっと怖いぞ。まあ、まだまだそっからここで告知されます。さ、取ってるのか取ってないのか。いけ、これで2ラウンドだったという
ほどですね。あと3回転どれかで 31% 取ってればいい。2回転もノーマルビタじゃなかったら7濃厚です。ピタって止まんないでだ。まだまだ大丈夫。抜けろだ。2ラウンド緑。3回転目は SP リーチ以上であれば7角。うわー早い。ついにここまで来てしまった。さっきと同様宝箱2個あれば。最後の試練を始める。頼む。いや1個だこれがデフォルトだ。ここで戻さねえとやばい。危険96% ぐらいあったぞ。ここで戻したらマジでうまいぞ。4%は外さない。俺はいける。いけるいける。頼む。ですよねですよね。もうこれはもうありがとうございます。多分いや満身はしちゃダメ。気合を入れろ。いけ頼む。大丈夫お前なら外さねえ。よし戻したぞ。これがやっぱうまいんすよ。4回転目で当てるともう4セット新しくできるんでこれがうまいっす。いや見せられてよかったっす。皆さんそしてポンさん駆け抜けると思ったでしょ。俺も思ってた。この流れはやばいと思ってた。よかったマジで。よしこれで家賃は戻ってきた。最低限人間としての尊厳は保った。こっからはまくるだけ。お疲れ様です。頑張ります。ありがとうございます。もういい人当たった時ね一緒に喜んでくれたんですよ。右の人その人の分も背負って行こう。虹色よし2回転目で 31% は引いてます。10ラウンドですね。あマジボタンポップアップ。1回転目も引いてました。よし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 素晴らしい。まあ、この回転も当たってます。さっきと一緒。素晴らしい。終える。5000発です。ノーマルビタ以外。それだけ。ああ、ノーマルビタ。なあ。うっさあ。こっから7に昇格しろ。よし。気持ちいい。舞子ちゃんの声でワーオーが出ました。ってことは、ここからまた4つ。今2個あるんでもう2個追加できます。まだまだ終わらせんよ。右打ちで保留のチャンスしろ。虹色に引かれなった速度を落とせ。怖えなんだここまで来てしまったか。来てしまいました。お願いします。こんなんじゃ終わらん。最後の試練を始める。2個1個ボイス。さあ選べ。ボイスなしか。非常に危険。気合を入れろ。3割ねえぞ。頼む。違ったか。おまんまチャンス。よっしゃ。泣きの池でけえでけえ。これ 80% パッション。よし。あでけえ。うまいぞレンジの今日。生き返ったぞ。これじゃダイナマイト。
ちょうどワンナイトサマー来ました。これほど嬉しいワンナイトサマーはね、エビバディシンギー、火花を散らせ、始まるカーニバル、行こう、乗ってきてる。パチンコって楽しいな、やっぱこれだからやめられないんすよ、9先発で。嬉しいのがやっぱこっから4セットできるっていうのが嬉しい。行こう、虹の安心感ください。 GO。 あーか、3回転目ここ欲しい。大丈夫か。あー、全部デフォルトですね。お願い、ダダダダイマーイ。最初の2回転はマジでね、まあ、気が楽と言ったらあれなんですけど、残り2回転はね、毎回心臓が苦しい。ここ当てとこう。満発まであとちょっと。緑、うわー、どうだ。もう1個か。ビタ以外、まずい。ついにここまで来てしまった。はい、また来てしまいました。最後の試練を始める。コイン2枚1枚、オウム、オウムの声、危険、もらった。よし、素晴らしい。最高。まだまだ気は抜けない、まだまくってないんでね、あと4先発必要っす。虹、不安。なあ、また全部赤か。行こう、もう4セット。どう、もっと回れ。なあさんだ、なんでだ、なんでなんだ。まだ何もない。よし、引けてた。うまい。もうやばいぜ、鳥肌。こっから3つ追加できます。これで1万3000発、あと2000発。あー、ドビーはいい子。あ、虹出て。な、虹、あー、ハラハラさせんだよな。はい、あぶね、さっきの当たってなかったら4回転目は死んでた可能性があるんで。頑張れる、君なら頑張れる。じゃあラストっすね、次が。ここ切り抜けたらでかい、まくれる。最後の試練を始める。コイン2個のオウムの声、オウムの声頼む。発声なしかーい。やばい、だいぶやばいっす。まだ終わんないでくれ、あと一歩なんです。だー、泣きの1回、泣きの1回だー、開いちゃった、ダメだ。終わりですね。絶対あと一歩だっただろう。あと1300発、24連。パーソナルじゃないとちょっとわかんないですけど、おそらく出玉的には1万ちょっとぐらいだと思います。いやー、本当に良かった。まあ、負けてはいると思うんですけれども、
明日以降の実戦につながったっていうね、希望は手に入れました。ありがとうございました。頑張ります。またモンさん、ちょっといいですか。満足げな感じで終わっちゃったけど、よくよく考えたらマイナスなんですよ。この選択どうしようと思ってて。バレた？バレちゃった？打ちたい。まずちょっとだけ、いいですか、すいません。最後、あのね、で、まくって帰りたいっす、やっぱ。やっぱ勝てる機種、選ぼうと思います。はい、では行ってきます。はい、では、ビッグアップル加古川店さんの出玉紹介させていただければと思います。太郎、ちょっと入れ替わりはあったものの、常に朝からずっと満台で強かったと思います。刑事漆黒一番早く埋まりましたね、入店してから。僕が見た時にはもうここは全部埋まってました。で、源さんですね、すごいです。こっち側のラインの方すごいですね。57回、148回、こっち側の列のお客さん全部50回以上当たりついてます。はい、以上が出玉紹介となります。本日スロットの方は結び取材が入っておりまして、詳しい方は記事の方をご確認していただければと思います。もちろんパチンコの方も記事書かせていただいてますので、アプリから記事見ていただければと思います。僕もね、みんなが出てるように後半なんとか当たりを引いて頑張りたいと思います。いくぞ、ドコンチョ。今この時間で何が打てるかって言ったら AKB の源さんしかないです。行きましょう。先ほどの出玉は12,785発でした。あと2,500発出せばまくりです。スペックは99分の1のアマデジとなります。初当たりの 50% 取れてれば満開モードいきます。それさえ入っちゃえば 93% でループするんで、この状況にもってこいだと思いました。まあ、注目演出として5つありますね。ライブゾーン、その上の熱狂ライブゾーン、ウーハーブーストゾーン、押し面超絶カットインで、最後に熱狂超絶 SP。 よし、バイブしてます。ロングバイブ、桜チャージ、ナイス、ギジですね。これも一人じゃなくてゆうこさん、めちゃめちゃバイブしてます。10年桜ラブアップ、紫チャンス期待して、これいけると思います。 AKB 超絶落ちてこい、カモン。ない、あのね、こういったところで当たると僕の打感ね、満開モード入らんすよね。だからこの先に行ってほしい。ハイタッチしちゃう、はい、ってことはこの先ある。よしよしよし、超絶、よしよし、超絶 SP ですね。お、金、あっつー、これはもらった。ウーハーブーストゾーンついでに、よし、これはもらいやしたね。よいしょ、早い、よかった。 50% 取ってるか取ってない、それだけです。よし、ルーレットチャレンジ成功で満開モード、ボーナスのねラウンドが金とか赤だとめちゃめちゃチャンスアップなんですけど、赤ありますね、チャンスだぞ。ここ満開モードが2個以外だったら、あの突入濃厚です。どうだ、いけんのか、これいったらマジででかい。なあ、これなんだよな。こっからっすね、問題は 50%、 2連ターン、よー、来た。すげー、マジ今変更したばっかっすね。当たりました、ありがとうございます。おめでとう。よし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 、
行こう。バン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 回です。まあ今持ち玉約1万1000発です。1000ちょっと減らしました。4000出れば僕の勝ちです。行きましょう。違和感めちゃめちゃあるんですけれども覚えきれてないです。違和感、はい、キラーン、あやーキラーン、あやーキラーン、よかった。あぶねー。よし、オッケーです。お、どうだどう。素晴らしい。超マジか。これマックスラウンドですね。薄い道持ってこれた。続けてこう。93% の力見せましょう。はい、行こう。あ、エアバイブ。しかもな今のね出し方。ポポっていう、ポポっていう、なんか用事で一回つつかれたようなね出し方。キョラクさんエロい。僕の中の満開更新。よし、また来た。またエアバイブがポポってきましたね。はい、頼む。いやーやばい。あー、オッケーです、取ってます。素晴らしい。バイブします。よーうわー、ビーフラ、はい、よし、まゆゆ気持ちいい。行きましょう。今表記だと4200で合わせたらまくってるんですけど、おそらく手持ちの方でまくってはいないと思うんで、もうちょっとプラスにしときたい。まゆゆ、よしよしよし。まゆゆはね、渡り廊下走りたいですごくお世話になりました。フェアリーテールの歌でハマって、そこから渡り廊下走りたいから渡り廊下走りたいセブンになったんですけど、聞いてましたねずっと。よしよし。あーエアバイブ気持ちいい。20連っすね。はい、まずい。キラーン、ないぞ。20連ピタで終わるか。いや、まだ終わんないで。おお、マジか。5000発ありがたい。よし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 。当たってます。即当たり、気持ちいい。おそらくもうプラスになってると思います。あとは伸ばすだけ。やったー、30連です。てっぺん取ったんで。粘ってよかった。マジで明日もう夕方ぐらいまでのダイナマイトキング、折れましたね。あれは一旦頼むなー。キラーン、あーチャンスアップない。終わっちゃうか。終わりかな。31連、ラスト。なあ、ないか。終わりですね。31連、7000発ちょっと。合わせたらまくれたと思います。一回ね弾全部合わせて、あのエンディング行きたいと思います。ありがとうございました。ドコンチョ、はい、エンディングです。視聴者の方、またポンさん長々とありがとうございました。粘り勝ち、やったー、よかったっす。本当に結果なんですけれども、投資が 14,875 発で、回収が 17,297 玉ということで、逆転勝利、ちょびっとだけなんですけれどもプラスにできました。粘った先にね、いい未来があってよかったです。もういろんな意味を込めて今日はね頑張れたと思います。なのでもし面白かったよとか
レンジロー頑張ったねって思う方いたら、いいねとチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次の動画で、レンジロー頑張ります。パガルパン打てる、打ってみようかな。かっこいい、かっこいい。安いです。戦車ドリーチ。これかわいいね、これ。ありがとうございました。7点してやけど。最後までご視聴いただきありがとうございました。今回も支援のたくさんのメッセージ本当にありがとうございます。今後とも応援とご協力よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。え、ちょっと。